8時間の音楽マラソン。音楽の日2024のラインナップが豪華すぎると話題沸騰。ナンバーアンダーライン愛が見せる奇跡の瞬間。音楽の日2024で何が起こるのか。7月13日、音楽ファンにとって特別な日がやってきます。8時間にわたる音楽の祭典、音楽の日2024が TBS で放送されることが決定し、 1> 第1弾の出演アーティスト16組が発表されました。このニュースは SNS を中心に多くの注目を集めており、期待が高まっています。司会を務めるのは中井雅宏さんと安住紳一郎アナウンサーで、彼らのコンビネーションも楽しみの一つです。今年もどんな感動や驚きが待っているのでしょうか。注目のアーティストの一つがナンバーアンダーライン愛です。 彼らの出演が発表されるや否や、ファンからは歓喜の声が上がりました。ナンバーアンダーラインアイの出演楽しみにしています。昨年のダンスコラボが忘れられないので、今年も期待しています。など、SNS 上では多くのファンが彼らのパフォーマンスに期待を寄せています。ナンバーアンダーラインアイは、その独特のスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで知られており、 今年の音楽の日でも、その魅力を存分に発揮することでしょう。しかし、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、他のアーティストたちも見逃せません。今年のラインナップには、INI、新しい学校のリーダーズ、三代目 J ソウルブラザーズ、ジョーワン、スパヤイ,イル、世界脳終わり、ダパンプ、超特急、ニュージーンズ、ビーファースト、平井大、フルーツジッパー、マカロニ鉛筆、ミーアイ、 エルイス・セラフィムといった豪華な顔ぶれが揃っています。これらのアーティストたちがどんなパフォーマンスを披露するのか、今から楽しみでなりません。このような大型音楽番組は、ただのエンターテイメントにとどまらず、視聴者に希望と感動を与えるものです。特に今年は、パンデミックの影響で多くの人々が困難な時期を過ごしたため、音楽の力で癒しと元気を届けることが求められています。 音楽には人々の心をつなげ、困難を乗り越える力があることを、改めて実感する機会となるでしょう。さらに、音楽の日2024は単なる音楽番組ではなく、様々なテーマやメッセージを含んでいます。例えば、環境問題や社会的な課題についての意識を高めるための特集が組まれることも、あります。今年はどんなテーマが取り上げられるのか、視聴者としても興味深いところです。 また、視聴者が一体となって楽しめる企画も盛りだくさんです。昨年は視聴者参加型のコーナーが大好評でした。今年も同様に、リアルタイムでの投票やコメントを通じて、視聴者が番組に参加できる仕掛けが用意されていることでしょう。これにより、ただ見るだけでなく、参加する楽しさも味わえるのが、音楽の日の魅力です。一方で、 8時間という長時間の放送に対する懸念もあります。すべてのパフォーマンスをリアルタイムで見ることは難しいかもしれません。しかし、現代の視聴環境を考えると、録画や配信サービスを利用して後から楽しむことも可能です。忙しい日常の中で、好きなアーティストのパフォーマンスを自分のタイミングで見られるのはありがたいことです。さて、今年の音楽の日に向けて、 各アーティストのファンたちはどのような期待を抱いているのでしょうか。例えば、上腕のファンは彼らの新曲披露に期待を寄せており、世界の終わりのファンは壮大なステージ演出を楽しみにしています。各アーティストがどんなセットリストを準備しているのか、どのような演出が行われるのか、期待が高まるばかりです。さらに、今年の音楽の日には国際的なアーティストも参加します。 ニュージーンズやエルイースセラフィムなど海外で活躍するアーティストたちが日本の視聴者にどんなパフォーマンスを披露するのか非常に楽しみです。彼らの参加は番組にさらなる多様性と国際色をもたらし新たなファン層を獲得するきっかけとなるでしょう。視聴者にとっても様々なジャンルの音楽に触れる絶好の機会です。普段は聴かないようなアーティストのパフォーマンスを通じて 新たな音楽の魅力を発見することができるのも、この番組の醍醐味です。また、アーティスト同士のコラボレーションも期待されます。昨年のダンスコラボが大好評だったように、今年も斬新で意外性のある組み合わせが見られることでしょう。しかし、このような華やかなステージの裏側には、多くの努力と準備があることを忘れてはなりません。アーティストたちは、この日のために多くの時間を費やし、 最高のパフォーマンスを披露するために準備を重ねています。スタッフもまた視聴者に感動を届けるために全力を尽くしています。このような背景を知ることで番組を見る楽しさがさらに増すのではないでしょうか。音楽の日2024はただの音楽番組ではありません。人々の心をつなげ希望と感動をもたらす特別なイベントです。 今年も多くの視聴者がテレビの前で一体となり、音楽の力を感じることでしょう。どのアーティストが最も印象的なパフォーマンスを披露するのか、どんなサプライズが待っているのか、今から楽しみでなりません。最後に、視聴者の皆さんに向けて一つ質問です。あなたにとって、今年の音楽の日で最も楽しみにしているアーティストやパフォーマンスは何ですかぜひ、 その期待を胸に7月13日を迎えましょう。期待が膨らむ音楽の日2024の放送日が近づくにつれ、視聴者たちはそれぞれの思いを胸に準備を進めています。家族や友人と一緒に見る予定の人、録画して後からじっくり楽しむ人、SNS でリアルタイムに反応を共有する人など、楽しみ方は様々です。どのような形であれ、 この特別な日に心を一つにして音楽を楽しむことができるのは素晴らしい体験です。今年の音楽の日には特別なゲストやサプライズも期待されています。過去の放送では予想外のアーティストが登場し会場を驚かせることもありました。例えば昨年は突然の海外アーティストの登場が大きな話題となり視聴者を喜ばせました。今年も同様に 誰も予想しなかったゲストが登場するかもしれません。その瞬間を見逃さないように準備を整えておきましょう。さらに今年の音楽の日では視聴者の投票によって選ばれたパフォーマンスも行われる予定です。このような参加型の企画は視聴者にとって特別な楽しみを提供します。自分が投票したアーティストや曲が実際に放送されるのを見ることができるのは非常にエキサイティングです。 どのアーティストがトップに選ばれるのか、その結果にも注目が集まります。また、今年の音楽の日では、新しい技術や演出が導入されることが期待されています。近年の音楽番組では、VR や AR といった先進的な技術を活用した演出が増えており、視聴者に新しい体験を提供しています。今年の放送でも、これまでにない驚きや感動が待っていることでしょう。 技術の進化により音楽の楽しみ方がどんどん広がっているのを感じます。そして忘れてはならないのがアーティスト同士のコラボレーションです。音楽の日では異なるジャンルや世代のアーティストが共演することで新しい音楽の魅力を発見することができます。昨年は異なるジャンルのアーティストが一緒にパフォーマンスする姿が多くの視聴者の心を打ちました。今年もまた どんな夢の共演が実現するのか、期待が高まります。例えば、INI と世界の終わりがどんなコラボレーションを見せてくれるのか、ジョーワンとダパンプがどのようなパフォーマンスで会場を盛り上げるのか、多くの視聴者が楽しみにしています。こうしたコラボレーションは、単なるエンターテインメントにとどまらず、アーティスト同士のリスペクトや友情を感じさせるものです。音楽を通じて、新しいつながりが生まれる瞬間は、 視聴者にとっても特別なものです。